のクルーズエスコート招待状なんてなくたって Wake up aboard 箱のチップ一枚持ってればいい No sense 退屈はナンセンス No stop このスリルインテンス No call 君のそのポーカーフェイス剥がしてみたいじゃない回り出すルーレルーレルーレいつでもレイザーレイザーレイジンリスクのない懐かしい。入ったよ。こんばんは。こんばんは。錦鯉みたいな挨拶だったな。みんなも一緒に。こんばんは。こんにちはだろ。キャラメルは。みんなも一緒に。こんにちは。そうだよ。はい、ありがとうございます。というわけでですね、本日は島くんが休みというわけで、今日声真似の人を呼んでます。お、弟呼んでます。モノマネ。どう、島です。似てるわ。似てる。似てる似てる。似てますかね。ふんしてた時、ふんしてた時そんなんやったぞ。ありがとうございます。あ、そんな感じほんまに。ありがとうございます。なんかあの、似てますかねの雰囲気すげえ似てた。なんか、似てますかね。似てる似てる。ありがとうございます。似てますかね、かっこ似てる野郎のニュアンスで言ってきてるもん。めっちゃおもろい。めっちゃ分析されてるやん。あったある感じな、ちょっとな。一回兄弟全員集めて、俺らの代わりにゲズラさせてみる。おもろい。俺だけ浮くやん。お姉ちゃんおるやん、一人だけ。俺だけ浮いてまうやん。ねね低い声出せるかな。無理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 。無理よ、それはもう。性別違うからね。うん、違うからちょっとおもろそうやけどそれ、うん、兄貴出てくれんの。ああ俺のそうさかた出るやろ。出てくれると思うよ。出るか。身の一番に出るやろ。ギャラはとか言われそうじゃない。ギャラは言うかもね。ちょっとね可能性全然あるな。いやいや認めんなよ。認めんなよそんなこと。スイッチ上げたらスイッチ上げればまた焼肉に変えてくるだけやんけ。継続して遊べることよりも一時の肉の。人手なしやと思ってるからね。実の兄弟からあまり聞きたくないセリフナンバーワン。あんまり聞きたくない。割と人手なしやと思ってるわ。まあでもそれでも好きよって感じ。ああすごいね。なんか愛だね。本当の愛とは完璧な人間を求めることではないと俺は思うよ。おお。まあ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 。その本当の愛とはこいつあんまここ好きじゃないけどそれでも一緒にいたいと思える気持ちなんじゃないの？なるほど。ああなるほど。でもその理屈で言うとさ、100点満点じゃなくていいはわかんねんけどさ、うん、その弟からもらったスイッチ焼肉に変えるのはもうマイナス100点ぐらいなんじゃないのか？なんかちょっとなんかこいつ忘れっぽさあんねんなとかいうところをもう愛せるよっていうのが愛、まあ、割とだから人でなし。確かにな、うん、兄弟にされて嫌やったことなんかあげてよ。兄弟にされて嫌やったこと、兄弟にされてそんなないかもな。なんやろ。あ、じゃあ割とちゃんとした人間たちなんや。いや、その特殊すぎるから、そのケースがマジで。そう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 。なるほどね。うん。勝てるエピソードが確実にないと言えるっていう。ないな。そうやな。俺、あの、実家暮らしの時、うん、部屋がさ、なんか兄貴の部屋
しかなかなくて、でパソコンもそこにしか置けないから、兄貴がいないときにさ、そのパソコンつけて配信とかやってたんだけど、へえ、すごい実家だ。で本当昔はさ、バイクで帰ってくるからね、なんかあの遠くからドド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 ドそれどれぐらいの時の時なん？多分ね2010年。おお。ああ。でも割となんかそう聞いたら最近なような気がしてしまうよね。2014年前よ。最近ではないやろ。もうほんまあかんわ。もうなんか、うん、ほら好きだったアニメからあれから10年とかさ、よくツイートで見るたびにさ、うん、信じられへんねんけど俺ほんまに。あるな。確かにね。だってもう春日から18年とかやもんな。もうやば。そうだな、えぐいな、うん、18年前のアニメとか聞いたらもさ、もう誰も知らんやんそんなん誰確かにな、ほんまに誰も知らんレベルになってくる。でも生まれてませんいるもんさ、うん、君の名はから何年経ってると思う？君の名は8年やな。8か、もう合ってる8ちゃう、君の名はね、知らんかったんかい、うん、2016年やから8年。知ってて問題出してんのちゃうんかい、それえぐない8年やで、君の名は。えぐいな、えぐいな、突き通すな、知らなかったの。俺も結構立てるやろなと思って出しただけで、えぐいないやでも8年信じられる、君の名はから。いやいやいや無理やな、信じられへん。なんかまだコロナ禍のイメージあるもんな、うん、なあ、なんか全然前世って歌ってたら最近の曲やんって言いたくなるやん、なんか、うんうん、なんかあんまりどう言えられなかったけどいや分かるよ、でも気持ちは分かる、言いたいことはすごい分かるわ、分かる、めっちゃ分かる。えぐいでほんま、ちょっと時間の経ち方が尋常じゃないね、尋常じゃない、うん、ねえ、うん、年は自分の流れ早なるでーってよく言ってるやつが分かる、うん、なんか8年ってもうよ、正直これぐらいの年齢になってくるとまあまあ8年かってなんねんけど、はいはいはい、小学生が成人するって思ったら、成人とか二十歳になると思う、異常やんな、やば、異常やん、異常なんよ、詰まるよ、そこの小学校の6年から二十歳までの間にいろんなものが詰まるやん、人間って。いやほんまに、それが8年って思うととんでもないよね、うん、とんでもねえ出すよ、とんでもないですよマジで、うん、すごいわ。うーん、大事にしたいね。なんか裏坂がちょっと声遠いらしいですけど、ウラタン声遠いかな、うそー、それやると分かんなくなる。あー、いやでもこれ普通に喋ってる感じです、これ。こんばんは、よろしくお願いします。おや、あ、俺とマーシーがでかいんかな、なんなら。あー、なるほど、俺ちょっと下げるわ、あのマーシーの方、ね、あー、オッケー、ごめん、ありがとう、ごめんちゃ、ごめんちゃ。ウラタンはそんなことない、俺が最初に挑戦したもん、ウラタン。あー、本当に。坂田はもうちっちゃいなと思ったけど、もう何も言わんかった。こんなものです。もう200やしなと思って、もうまあまあもう言ってもしゃあないよと思って、何もなかった。うん、フルパワーだ。何もできない、こっちが。すでに。そうそうそう。マイクから遠いんでしょ、だって坂田っていつも。いや、割とそんな遠くないけどね、別に。ちょっとマイク近いと音の。こんな感じ。でかっ。ああ、でかいでかいでかい。でかい。大きい大きい。マイクの近さでそんな変わるかね。全然違う。いや、変わる変わる変わるよ。マジか。坂田の声ってあんま通らへんのちゃう、もしかしたらそのマイク乗りみたいな感じで言うと、喋り声が。マイク乗りはそうかもね。でも俺、歌い手の中ではボリュームがなんかこう、ダメなタイプってよく言われるというか。どういうこと？なんか、どういうこと？声がでかいらしいというか、あの、なんていうの、変に、うん、あんまり声張ったらあかんとこなのに、結構声でかめで喋ってしまうみたいな。あ、喋り声がってこと？そうそう、いじられてるのよ。ああ、それは映画館とかそういうなんか静かにしないといけないところでも、そう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 。それ多分ね、違う。そういうことじゃないよ。そういうことじゃないと思う。うん、こういうことじゃない。うん、それは確かにそうよ。俺よりバグってんのが天月くんってよく話してんだけど。ああ、二人ともそういうことか。そういうことだと思う。二人とも、もしかしてちょっとだけこう、耳悪いんじゃん、ね、あの、多分体の中の DJ が多分壊れてるんやと思う。DJ ってなんで、あの、チュッ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 って開けていく DJ が。DJ がね。つまみいじいじする人ね。つまみが壊れている。
いや、まあでも確かに坂田が一番ああいうその新幹線とか映画館で一番声でかいのは分かる。分かる、分かる、なんかあとゲームとかでクリアした時にすげえテンション上がって周りがバッて見る。あ、そうなんだ。ゲーセンとか、そうそう、喜びがでかいというか。あ、もう、はいはい、この間も声上げてたもん。そうそうそう。あ、そうなんや。メダルゲーム行ったやろ。メダルゲームやってた。どんなん、どんなんしたん。なんだっけあれ、突っ、とりあえず連打で突っ込みまくってさ、うん、物量で物言わす。あ、あるね、あるね、ガシャンガシャンってなるやつ。物言わせたわ。そう。そしたら、うん、もう浦さんが途中でそれにちょっと軽く上げ始めて、違う台に座ったらコイン溜まってて、隣の人にコイン溜まってますよって言われながら。すげえな遊び方をしてた。あと3000枚ぐらい当てた。かあ、3000枚はすごいな。一瞬で全部溶かしたな。そう。3000枚もあの 100クレジットベッドみたいなのがあって、それでオラーラーってやったら4回ぐらいでなくなっちゃった。うん、はあ、ね。なんか俺もそうやけど富豪の遊び。なんかあれやね。本当に富豪。あんまりギャンブルとかやったらあかんタイプの人やと思うな。アウラタンが？いや、メダルだからですよ。うん、いやなんかね、浦さんの。引き下がる時の、うん、あの撤退能力が圧倒的に低いイメージがあるね。わかるかも。わかるわ。わかるやろ。わかるやろ。もうここがあの浦島としての放送のオチですよって思った時でも、うん、次行こうぜって言うじゃん。うんうんうん、あるある、確かに、確かにここで引き下がれねえがすごいもう出たら止まらんよな。ある。絶対能力は低いです。なるほど、ギャンブルやったらもう飲まれてまう可能性があるってことか。絶対ダメ、うん、あなたは絶対やんない方がいいです。ちょっとパチンコやってみるわ。ダメ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 、もう多分ハマるし、あの終わり際もわからんし、終わるでほんま。金貸してくれとか言い出すかもしれない。その損切りができるタイプみたいな感じのイメージかな。その辺セヌアとかうまそうな気がすんな。まあやらんからね、そもそも。マーシーはどうよ。うわぁ、俺も結構ああいうなんかこう UFO キャッチャーとかは結構深追いしちゃうタイプやな。あ、確かにやってんの見たことあるな、みんなでやった時とか。そう、ガチャはガチャ、ガチャ追っちゃうね。ガチャもやっぱやっちゃう。なんかね、なんかその次レアキャラが出たらやめようっつって やめんねん一回。はい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 、はい、でも次の日とかになったらリセットされてるから気持ちが。なるほど、確かに。問題回して次レアガチャ出たらやめようっつってまたそれが繰り返されるっていう。なるほどね。気持ちがリセットされるから寝たら。なるほどね。なんか出るよな、やっぱなんかそのアドレナリンみたいなものがもう出てくるんやろな。そう、脳汁が本当に出るよね。うん。まあでもさ、その子供の頃にはできなかったじゃないですか。その例えばメダルゲームしかりさ、いきなり、うん、はい、買ってきたよ500枚とか言ってできなかったじゃん。うんうん、まあ確かに大人の遊びよね、大人の。そう、今50枚とかで、あ、昔は50枚で真剣にやらねばみたいな、うん、なるほどね。その子供の頃買えなかった、ね、夢をもう大人になって買ってるってこと、うん、そう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 、メダルだけどね。なるほどね、はいはい、あとメダルゲームはいくら失ってもなんか大丈夫みたいな感じがあるというか。あ、失っていいものを、まあ、確かに確かに変換してるからね。そう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 、うん、それがね、実際のお金やとまた考え方変わるけどってことやもんね。やばいやろ、そうそうそう、ほんまに、うん、実際はいけーとかやらんと思うよ、絶対に。うん、確かにね。一回当たったらもうやめようってなりそう、ちゃんと。なのでパチンコ行ってくる。結構なりそうやけどな、4人ともそう、ちゃんと。俺も浦さん、それ聞いても全然なるイメージ。そっちね。なるかな。この人はマジでどんどん行っちゃうと思う。なんか、そういうイメージあるわ。やっぱ一平お兄ちゃん見習って頑張らなあかんのちゃうの、やっぱ一平お兄ちゃん見習えねえだろうが。あれ見習っちゃダメだよ。S ぶち上げしてる一平お兄ちゃん。そう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 。あぶね。よし、というわけでやっていくか。はい、はい、じゃあ今日はマーシーがタイトルコールよろしく。はい、浦島坂田線の月曜日レイディオ343回スタート。イエーイ。じゃあそのまま最初のお便り読んじゃって、しまみ。了解。浦田さん、島さん、坂田さん、千田さん、くるみなさん、こんばんは。これは塩麹筋肉でいいのかしら。塩麹。すごい。胸肉かな。あ、胸肉か、胸肉だ。塩麹胸肉と申します。アルバムウェディング発売決定おめでとうございます。初の浦島坂田線本人による実写 MV とても楽しみです。はい。早速ですが質問です。
私はアルバイト先で時々ティッシュ配りをしているのですが、最近花粉症の季節も終わったからか、もらってくれる人が少なくなってしまいました。そこで皆さんに思わずティッシュをもらいたくなってしまうような声かけのセリフを考えていただきたいです。なければ明日の朝ごはんを聞きたいです。ワンマンなどソロ活動も含めて忙しいなかと思いますが、お体に気をつけてお過ごしください。これからも大好きです。確かにこれはね、なんかのやり方次第ではちゃんと受け取ってくれそうな気がするよ、ね、確かにね、ちょっと通り過ぎるからさ、一人ずつちょっとなんかやってみようよ。あ、じゃあと、ミーからやりますよ。はい、あ、やべえやつだ、渡すのやめよう。やめちゃダメダメ、始まらん仕事しない、終わった終わった、ふんふん言ってる、正しいけどね、正しい判断ないけど、ちょっとやべえやつだ、お兄ちゃんティッシュくれや、あ、やべえ、はい、あげます、クリア、あ、ビビってる、なるかじゃあ、回しで試して、すいません、ティッシュどうぞ、あ、お兄さん、お楽しみ中のところ失礼します、あ、死ね、いやちょっと止め方がやっぱ弱いよね、弱かったか、じゃあ行くよ、はい、やっぱり、あ、来た、役に立ちます、何怖い、もう聖書の渡し方やないかよ、怖い、何怖い人いる、あなたの役に立ちます、うわやばいやつだ、逃げ出すわ、逃げ出す、じゃあセナにやってあげて、なんかお兄ちゃんティッシュ毎日使ってそうやな、あー、もう受け取るかも、受け取るかも、お兄ちゃんティッシュ使ってこれ使いや、これ使いや、ついなんかいや使ってませんからって言いたくて受け取るかも、使ってねえしってちょっと使ってねえしたまにだしみたいな、たまにだしなんか言いたくなるね、はいはいはい、ねえ、はい、クリア、俺一回あれやわ、昔ビラク、一回じゃないけどビラ配りやってたことあんねんけどさ、え、ワンマンの、違う、初すげえな、一つ見時代だな、はい、岡崎体育さんの昔バージョンや、完全にやってること、一つ見時代じゃない違うか、バイトでね、その新規オープンするっていうところで働いた時に、はいはいはい、ビラ配ってきてたけど、俺もあれやったわ、その人の手元にも出してたの、チラシ持ってくんだよね、あれうざってやられないの、やっぱうざってやられる時もあれば、もういや無理くり受け取られる時も全然あるから、まあどうせな、存在の扱いされんやったら、まあ受け取ってもらった方がいいやろっていうので、確かにな、やってたことあったな、あれな、コツとしてはな、コツや、歩いてる人に渡すんじゃなくて、信号とかで止まってる人に渡すと受け取ってもらいやすいねん、へえ、それどこで仕入れたの、やってた、あのタクシーで、うん、こう信号止まってる時に、うん、あの横断歩道の前で渡してる人と店舗の前で渡してる人がおって2人、ほん、多分同じ会社、はい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 、でも店舗の前でお願いしますお願いしますってやってる人は全員素通りされてんねんけど、うん、その素通りした先に止まってる横断歩道の前にいる お姉さんが渡してるやつは全部もらってる、すごい、ワタップじゃんそんなのっていうのを、タクシーの後部座席は見てて、あ、なるほど、賢いな、あそこの。すごい、よう見てたな、そんなん。すごいね。天で終えたりって言って、空に文章を書いてんねや、たぶん。何の留学じゃあ、それを踏まえて、坂田もう一回通り過ぎて、回しの前。さよならはあなたから、あ、シャルル聞いてる、シャルル聞いてる、すいませんお兄さん、ちょっといいですか、すいません、今何聞いてるかインタビューしてるんですけど、インタビュー出た、シャルルっていう、シャルルさんの何ですか、シャルルさんの何ですか、シャルル、あの、はい、ボーカロイドのシャルルのボーカロイドって曲ですか、シャルルなんですけどおい、やめろよオタクいじめもっと生きったやつに声かけや、お前 YouTuber 情けない、やめろバカ野郎、やめろ、シャルルのボーカロっていう曲ねシャルルさんのってあれほんま意地悪いよな、もう大嫌いよ次行くぜ、坂田よろしく、人類の敵、坂田よろしく、次嫁坂田
どうぞ、はい、浦田さん、島さん、坂田さん、セイラさん、こんばんは、ヒデオと申します。ヒデオ、ヒデオ、ヒデオ、おわせながらハルツアー感想をお疲れ様でした。そしておめでとうございました。ヒデオ、おめでとう。複数公演参戦し、日常を忘れるような楽しい時間を過ごさせていただきました。ヒデオ、なんだ、なんでだ、寿司食って頭赤になってた。寿司食いすぎた。寿司食いすぎやろ。ですが寿司なんか入れられてたんかもな。ライブの前にちょっとしたハプニングを経験しました。商業施設でお手洗いを利用した際、ウォシュレットが止まらなくなるというハプニングです。怖、いくらボタンを押しても止まらないし、立ち上がれば参戦服が濡れてしまうし、でこのままじゃお尻がふわけちゃう、と泣きそうになりました。5分ほどボタンを押し女の子になっちゃうみたいな言い方すんなよお前。5分もこいつボタンを押し続けた。諦めねえ、どこんじょうじゃ。無事ライブに参戦できたので今ではいい思い出です。ちなみに、隣のお手洗いを利用していた友人は水が流れず途方に暮れていたそうです。草全部こっちに行ったんや。浦島探せんの皆さんは最近ちょっとしたハプニングを経験しましたか？お聞かせいただけると幸いです。看護師として働く毎日の中で浦島探せんという夢を見せてくださる存在が心の支えです。明日も頑張ろうと思える理由をくれて本当にありがとうございます。大好きです。いるよ。俺あるわハプニング。あ、何？どうぞ。俺あの一個幼少期の話をしてから最近起こったハプニングが言っていい？おうおう、いや、俺がまだその 5歳ぐらいの時な、うん、はい、あのおばあちゃん、おばあちゃん家に泊まりに行った時に、うん、そのトイレに入ってん、で、おうおう、鍵をガチャって閉めたんやけど、昔のおばあちゃんの家の鍵なんかめっちゃ難しい、なんか横にスライドさせて下にガチャってこう、はいはいはい、分かる分かる分かる、やるタイプのやつやって、はいはいはい、で俺それを何もこう考えずにガチャってやって、でトイレして、うん、で出ようかってなった時、うん、た それはするだろ言ってんだから、うん、でトイレして出ようと思ったらその鍵かかってるから、うん、その戻し方が俺分からへんぐで、はいはい、でもめっちゃテンパるというかその5歳児やから、うん、もう出られへんってなって、はいはいはい、5歳じゃ無理だ、でめっちゃもう叫んで、うん、でそのドアの向こうからお母さんとかがこうやって外すんやでみたいな、うんうん、でもそう言われても分からへんから俺も、うん、でずっとバーってなって、でなんかその扉トイレの向かいの、うん、その壁の上にちっちゃい小窓みたいな、はい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 、どこかあって、そこバーっておじいちゃんが開けて、うん、でなんかその棒みたいなやつでこうクイッてこうなんかガチャッやってくれて、やっとこう開けて脱出できたっていうのがあって、俺結構その狭いところがちょっと怖いみたいな昔から、うん、この閉じ込められたら、うんうん、でこの前春ツアー中に、うん、プロとかシャワー浴びてたやん、そのライブ終わった後その、うん、あのホールで楽屋、うん、そう楽屋ので、あそこかシャーってこう浴びてて終わってさ出ようかと思ったら鍵が開かへんねん、うん、怖い、で、はい、俺もさもうこの年やしさ、そんな鍵その外し方うん、分からんわけないやん、うん、押したらいいかもしれんし、うん、引いたらいいかもしれんし、でも何回やってもあかんくて、うん、どん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 テンパってきて俺も、うん、あやばいこれ俺死ぬと思って、うん、でさ、なんか俺もいい年やからさ、うん、なんか恥ずかしいわけよその助けを呼ぶのが、はい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 、全裸やしね、そう全裸やから、うん、で、はい、でも結構5分以上格闘してて、それでもあかんくて、ほわほんでもういよいよ俺誰かーって誰かーそう言ったら、はいはい、浦田さんがちょうど扉の前におって、うんうん、どうしたマーシーみたいな、うん、開けで開かへん開けてって言ったら、その外からガチャって開けてくれて、うん、そんなやついた、いただろう俺うちだうちだったうちだろ、全然覚えてないみたいですけど、いやいや、なんなら動画撮ってやんけ、なんあれかあれか、あの時ね、黒助事件、おー言うな言うな、お前黒助事件言うな言うなって言うな、あれ開かなかったんだあの最初開かなかったん
シャワー浴びてるし、なんかすごくセクシーで、ええよねとか言って動画撮ったら、もろに黒い部分が。ああ、嫌だ、真っ黒クロスケ事件ね。ああ、嫌だ、黒。そう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 。いや、なんかすごい、モザイクかかってるみたいになってて。あの、すりガラスやったからね。モザイクほど、もろに見えるやんって言ってあげられなかった、あの動画ね。あれ、あの時そんなパニクってたんや。パニクってた、パニクってた。そうそう。ああ、そうやったんや。ちょっとわからんかったわ。あげてよかった。危なかったね。テレハプニングちょっと長くなったけど。いや、いいね。あげとくわ、あとで。あげんな、あげんな。あれ、あげたらマジで俺、どんな感じかバレるから。移動全体的にね。俺も最初動画見たときに、あ、これ全然なんかね、その入浴シーンでこう、なんか、やってくれてたから、あ、ええやんと思って、投稿していいよみたいな。そうそうそう。言ってたけど、よく見たらめっちゃ黒い影がもろに見えるよね。これはガンズってやっぱ肌色と黒いからすごい分かりやすいね。コントラストあるよね、ほんとね。そう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 。これだ、会議に貼るわ、改めて。なんで貼んねん。いや、なんかどれだっけ、これ音だけでも流してみる、一回音だけでも、うん、音ちょっと待ってね、これやばい、これやばいな。音ちょっと確かに、まだ下ネタ歌ってたらたまったもんちゃうもんな。もうそれおったんやろ。音怖いからね、なんか何言ってるか分かんないじゃん。あ、めっちゃ見えるめっちゃ見えるっていう。めっちゃ見える。ちょっと音はあの確認してからじゃないと怖いです。はい。なんかここだけちょっとくっきり見えるような気もせんこともない。なんだよね。なんか、なんやろね、錯覚起こしてるよね、くっきり見えるような。そうそう。うん、だって、これさ、普通の人にさ、いきなりバッて送るやん。うん。何か分かるの？分からん。分からん。絶対分からん、分からん、分からん。分からん、分からん。でもすごいな。分からん。すごいよね。そう、すごいね。この後にみんななんか風呂に入ってなんか自撮りしてんのね。全員で。え？え？あれさだっけ？そうそう、ちょっと待って、じゃあ貼るわ。え？あ、あれかも。あ、そうだ。多分千羅ぐらいから送ってきたやつだよね、最初。そしたら、あ、俺も風呂入ってるわみたいな。あ、俺も入ってるわみたいなで、みんなで風呂場で自撮りをしてあげるっていう。これでしょ。あれ、あの、なんで保存してんの、この人。怖い。じゃあ保存。じゃあこれ、あの、LINE の、LINE の動画で。あ、びっくりした、びっくりした。マーシーだけ様相違いすぎるやん。これだけ真っ黒やないかい。でも、マーシーが一番多分恥ずかしいで、これ。これが流出しても、俺が恥ずかしいかもしれん。千羅5枚あんの面白いな、これ。なんで俺だけ多いねん、こんなに。8枚。どうかしてるやろ。5枚。はい、次行くよ。はい。じゃあ読みます。はい。ヒデオなどか。浦島坂ですの皆さん、クルーの皆さん、こんばんは。さかなと申します。はい。皆さんは最近、まるキャンセル界隈という言葉が流行っているのをご存知でしょうか。お風呂に入るのが面倒でキャンセルしてしまうという内容のツイートが共感を呼んだことをきっかけにできた、風呂キャンセル界隈という言葉の派生で、何かを自分の意思でしない選択をすることをまるキャンセル界隈と呼ぶようになり、今ではツイッターでよく見かける言葉になる。いいお便りやね。こういうの流行り教えてくれるの嬉しいね。あ、ツイッターって何かわかんないけどね。そこで皆さんに質問です。皆さんが日常生活でついキャンセルしてしまうことありますか？ちなみに私は洗濯キャンセル界隈で次の日に着る服がなくなるギリギリまで洗濯を放棄。洗濯、ああ、この洗濯とそのするという選択をかけた放棄なんだ。すごいな、こいつ。些細なキャンセルでも構いませんので、ぜひ教えていただけましたら幸いです。これからも皆さんが健康で幸せに過ごせますように願っております。はい。すごいな、洗濯と。キャン界隈。そんなん胸張って言うことか、恥ずかしい。まあ、はずい。まあな、入れよ。まあでもシャワーは浴びてんのかな。いや、シャワーも浴びへんのよ。浴びへん、浴びへん。その人に、テレビでも特徴やってたけど。そうそうそう、人に会わへんかったりしたら、もう普通に2日3日ぐらいはもうお風呂なんて入らないみたいな。ちょっと臭いぐらい我慢してよねみたいなスタンスっていう。なんかでも女の子ってやっぱり髪の毛長いしさ、なんかほらお風呂でやらなあかん工程が多分男よりめっちゃ多いじゃない。あ、だからそこを考慮すると、まあわからんでもないけど男は入るよなって思うよね、絶対。まあなあ、簡単なんやから。あんな寝てる間も汗をかくらしいですからね。でも、って考えると入らんとなと思っちゃうね。確かに。天狗が言いかけたの。いや、なんか俺今日ネットニュース見てたらさ、最近の遊戯王カードにすごい可愛い萌えキャラが多いっていう記事があってな。これがやん。キャンセルした。で、まあ、そのね、
様子変だみたいな取り上げられたんやけど、その中のコメントの一つで、こんな萌えカードばっかり作るんじゃなくて、あの、洗濯とお風呂入れっていうカード作れよって書いてあって、おお、すごい皮肉とんでもないこと言うなと思って、まあカード界隈は風呂キャン界隈という、そう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 、匂いがねきついっていうから、まあ確かにそのカード相手に出したらそういうことかもしれんもんな。確かにね、俺ってもしかしてみたいな、トラップカード発動風呂キャンって出してくるんだ、そこに対抗するかのようにそう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 、風呂キャン出してくれ、多分そこ魔法とかでな基本的にだらしないのはあるけどな、人に不快に、あ、俺あれは寝癖を直すキャンセル界隈かも、寝癖直さキャンセルなんて意味は分かったけど、寝癖界隈かもしれん俺、寝癖ね、寝癖の直し方とか知ってる、水濡らしてドライヤーまあ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 、そらもうその通りや、うん、その通りやんな、うん、なんかキャンセルあるかな、あんまりもう帽子でさ無理やり押さえつけて直す癖がついちゃったよね、もういいや治るんそれで、いやなのね、ギリ治る時と治らない時がある、ね、ああそうなんや、キャンセルな、キャンセルか、なんかあるかな、なんか無意識にやってるから、なんか誰かに指摘されるのは分からへんのよね、こういうのって。確かにキャンセルはね、むずいよな、キャンセル、まあじゃあ意識的にやってないからキャンセル界隈とは言えないんじゃないこれ。ああ確かに自分の意思持ってないからね、うん、オイラたちね、そりゃそうかもしれん、自分の意思でしないを選択するだから、そうやね、そうやね、だからこれはまあある意味ご立派なのかも自分の意思があるってことで、そう、そこに自分の意思があるということ、ね、なるほどね以上だ、うん、はい、じゃあ次のお便りをせさんお願いします。はい、読みます。浦田さん、島さん、坂田さん、瀬名さん、クルーの皆さん、こんばんは。サラサと申します。遅らばせながらこの度は、あ、これ間違えた、イラストだ、そこ、クルーの皆さん、ズワスワと申します。早速ですが本題に入らせていただきます。私は乙女ゲーやギャルゲーなどノベルゲームをするのが好きです。なのでつい先日も浦田さんのバニーガールをプレイされている放送を見て恩恵に預かっておりました。ありがとうございます。 そこで考えたのですが、もし浦島坂田さんの皆様がそんなお酒を飲みながらキャストさんとお話しできるお店で働いていたら、どんな会話、どんな接客をするのか気になったので、ぜひ今キャストさんとお客さんに分かれて、あ、やってみてほしいです。謎ツアーとっても楽しみにしてます。これからも浦島坂田さんの素敵な効果がずっと続きますように。うん、じゃあ俺が配役を開けるわ。まずマーシーがキャスト、はい、おで、俺ら3人が客、おい、13? 13はすごいな、だいぶバーへのママみたいな、だいぶしみったれた客やな、俺ら多分全然お金出せんやろな、きっと1とかじゃないんやね、うん、そう、13でいきます。13、まず11で1回行ってみたら、11で11か、最後しんどいからさ、これどんな感じで入んの。入りました、はい、入ったよ、はい、俺から入った、はい、いらっしゃいませ、はい、入れるお席どうぞ、はい、はい、あの、ま、窓際でも言うですかあ、いいです、いいですよ、どうぞ、あ、すみません、どうぞ、座ってください、はい、あ、あ、ここメニューはこちらになりますから、あ、ここ座っていいんですか、大丈夫ですか、あ、いい、どう、あ、全然取って食おうなんてことしないから大丈夫だよ、え、あれ取って発音するファミレスちゃん、もうファミレスやんもう窓際とか言うてるしさ、空いてる席どうぞなんてもう聞いたことないもんこんな勝手に通されるのフランクな感じでね、なるほどね、あ、そういうコンセプトもあるよな、え、ごめんごめん、止めて申し訳ないです、ごめん、ごめん、どうぞどうぞ、メニュー、メニュー、あるみ、ここ、あ、どうぞどうぞ、あのメニュー決まったら教えてください、コーラ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 で、あ、これ客もあるよね、コーラ、コーラ、コーラ一つ、あ、かしこまりました、少々お待ちくださいませ、はい、そうな、来ないな、全然コーラ、うん、あ、お待たせいたしました、こちらコーラになります、ごゆっくりお楽しみください、あ、飲んだ、コーラ一つください、え、あ、あ、かしこまりました、あ、二つ目ですか、はい、あ、いや、かしこまりました、少々お待ちくださいませ飲み放題ファミレスかな、やっぱりあんま楽しくねえな、ここの店、本当に、あ、収集つける気ないな、どっちも、あ、どっちもがしたいことして、ほんま、じゃあ変わってくれ、坂田、お、君に決めた、パシュン、坂田どっちなの、どっちなの、坂田客、おお、俺キャストずっと、そう、え、きつ変えたれや、じゃあマーシーがお客さん、はい、坂田キャスト、だ、はい、アクト、
パランコロンカラン、すいません、あなたの人生終わってないですよ。あ、学習してるこいつ。ワニーガーデンの知識を全部使おうとしてる今。ワニーガーデンからの知識を全部使おうとしてる。ほら、やばい、上がってる。まだ人生終わってませんよ。ああ、でも今日は私キャッチになっちゃうんで、はい、次の日また来てください。あ、早く。じゃあ帰ります。何もできねえじゃん。帰ります。終わってませんよ。客終わった。客、あ、じゃあ他の子でお願いします。あ、他の子来たで、ほら。すいません。あ、センラ、ハゼラ、はい。あ、俺どっち？他の子だからキャストキャスト。あ、どうもこんにちは。あ、こんにちは。さっきの子なんかキャッチに行くって言ってどっか行っちゃったんで。あ、そうなんですね。あの子実はキャッチなんですけど、たまにこうキャストのふりしてなんかこうこっちまで入ってくる時あるんですよ。やばいやつやんけ。ふりしてるんや。そうなんですよ。店の人じゃないんや。そうなんですよ。お隣失礼していいですか？どうぞどうぞお願いします。あ、失礼します。どうもこんにちは。私、ヨシエと言います。ヨシエ。ヨシエさん。はい。よろしくお願いします。見た目の割には結構。あ、はい。はい、名刺です。はい。よしちえさん、へえ、あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。わあ、ちょっとこういう店初めてで、ちょっと、そうなんですか。システムは分かんないんですけど。もう普通になんか、お酒飲んで楽しく、うんうん、まあ一緒にお話ししましょうって感じなんですよ。あ、そうですか。はい。じゃあ、ちょっとさ、はいはい。まず、じゃあドリンク何飲まれますか？そうですね。はい。一杯が30円から。安っ、平成初期の駄菓子屋かよ。安っ。あ、じゃあすごい。あ、じゃあこのみたいなやつ飲むやつ。このハイボール歯で開けるやつや。ハイボールもらおうかな。ハイボールですか。ハイボールは一杯60円なんですけど、うん、いいですか。あ、全然いい、ね、全然出す。いいですか。全然出すよ。はい。あ、じゃあちょっと待ってください、ね、作りますね。あのお姉さんもなんか飲んでいこう。いいですか。うん、いいよいいよ。1杯3万5000円からなんですけど、いいですか。高いな、キャストドリンク。高いな。で、バランスとかバック取ってるんか。そう、そうです、そうです。いいですか。はい。じゃあ、まあまあ、1杯ぐらいだったらええかな。何飲んでもいいですか。なんで、好きなの飲み。あ、じゃあ、いいチコちょっともらいます。あ、いいね、いいチコね。どうぞどうぞ。はい。みんな。すみません、じゃあ、乾杯しましょう。はい、乾杯。乾杯。はい。いちこはいちこね。もう1杯飲んでもいいですか。あ、いやー、君いい飲みっぷりだね。いよいよ飲みない。いいチコだ。なんか今のでマジがマーシーがその感じだったな。マーシーわかったな今ので。マーシー優しいな。キャストの解像度より客としての解像度が高すぎたよ。なんかいいね君飲みっぷり。神みたいな客来たと思われるやん。もう神客じゃん。おー、いいね。神客だったな。いいですね。じゃあこちらお会計になります。25万。高えな。どこで取られたんや。いちこが払えないか。払えない。いや、払えないじゃん。これあれでしょ。えぼったくりでしょ。いや、うちの氷あのエペレストからちょっと。これ今 YouTube 撮ってますからね。これ YouTube 撮ってるから。これ YouTube 撮ってるから全部音声撮ってるから。それやられたらこっち困るな。お、すごい出てきた。ちゃんとボイチェンの加工されてる。それをやられたら困るな、こっちは。これ警察出しますから。じゃあちょっと上の人呼んでくるよ。あ、お願いします。はい、もう撤退するタイミング間違えてるって絶対。俺は最初言ったやんけ。あんたはギャンブルしちゃダメー。ギャンブルはやりまーす。ギャンブルやりますじゃないのよ。はい。イラストいきまーす。はい、お願いします。で、1位を見ます。浦田さん、はい、島さん、坂田さん、千田さん、黒沼さん、こんばんは。サラサと申します。サラサ。はい。遅ればせながらこの度は浦島坂田戦メジャーデビュー8周年本当におめでとうございました。結構お祝いイラストを描いたので送らせていただきます。おいおい、周りに今までのアルバムやライブの様子を詰め込んだのを見ていただけると大変嬉しいです。最後にいつもたくさんの楽しいや思い出を届けてくれて本当にあざす。この先の後悔がより良いものになりますよう、いつまでも応援しています。これからも浦島坂田さんの4人が大好きです。ありがとうございます。ありがとうございます。お、本当だ、いろいろ書いてくれてるね。ね、すごい。そうだ、シャッホロー、ラブでしょ、ラボ、宇宙して、ホザして、ねえ、ありがたいな。いや、長い旅やってるで、俺ら、ほんま。やってる、やってる。長い旅やってるよ。
うん、旅は長ければ長いほどいい。そういうもんだ。引き返せないほど、うん、引き返せないほどいい。そう、うん、しかもどのライブもさ、うん、ちゃんと思い出があるというか。そうね、うんうん、確かに確かに、ね、あるね。ちゃんとどれもさ最高だったって言えるやん。なんか言えるね、言える、うん、このライブが一番いいってすぐにこうまあな言えるかもしれへんけど、うん、なんかそう簡単にならないぐらいどれもこういい思い出やったよねこれ。うん、そうね、きっとそれはもうクルーも感じてくれてんじゃん。そうかもね、うん、ね、お前らにちゃんと伝わってればいいなっておいらたちは思うよ。ああ、それじゃあ次のお便りいます。はい、次のお便り、はい、しまっちよろしく。はい、浦田さん、島さん、坂田さん、千田さん、こんばんは。ウミンゴと申します。新学期、新生活に、いそしむ、いそしむか、いそしむ、いそしむ、バグったかと思って、バグっても、いそしむ人々を見ながら、私にはもう無縁の世界だなぁと、青春を思い出したくて、浦島坂田線の日常からイラストを描かせていただきました。はい、個人的に、この制服のビジュアルが好きなので、3次元の皆さんにも来てほしいなって思ってます。おぉ、あー、カレリマ。あー、これね。ラブの時に制服着させていただきましたけど、これが最後になるかもしれないと思ってたけど、うん、もう一回着る機会が来たらいいね。確かに確かに、確かに確かに、うん、緑のすごいな、このカーディガンというか、うん、うん、あんまり着たことない緑の。確かに緑しいのってまあなんか着こなし難しそうよね。ウラタン結構緑着てるイメージあんねんけど、着てるイメージあるか、うん、確かに。なんかめっちゃ濃いやつか、うんうん、なんかちょっと薄いやつみたいな、なんか、なるほど、原色チックなのって着てたっけ。あんまないか、みんなが知ってるかもしれないけど。なるほどね、ってかなあれ。みんな他のメンバーってじゃあ線路って黄色だっけ。坂田赤、あ、俺はベージュとか黄色を着させられることが多いよね。うん、それか紫、紫か、うん、マーシーは、まあ、紫、紺色とかなんかそっち系とかになるね、うんうんうん、俺は、うんうんうん、なるほどね。まあ確かにこのシンプルなやつ着たことないもんな。こういうのが確かに言ったけどないね。また何かあれかもしれませんね。はい、ね、はい、じゃあ次のお便り、坂井もんよろしく読みます。浦田さん、島さん、坂田さん、千田さん、こんばんは。吉原と申します。この度はせーせーちゃうやろ。ちゃ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 せーりーどうだせーりーシェーちゃん発売投稿1周年ということでイラストを描かせていただきました。シャイニーを聞くたびに皆さんの歌声とメッセージ性のある歌詞に励まされています。何より応援ソングの中でも特に寄り添いを感じられて、私の中の浦島坂田線が一番表現されている楽曲です。この曲が上がる前から助けて浦島坂田線と頼ってばかりの私ですか。助けて浦島坂田線、これからも浦島坂田線の伸び伸びて、よりどころにして日々頑張っていきます。大好きです。あの顔文字でそんな読み方、ありがとうねー。ありがとうございますね。シャイニーね、いい曲よね、うん、いいね、シャイニーね、うん、オーパスカラーズか、うん、シャイニーいい曲なんですよ。歌わせていただきましたもんね、そうやね、去年の夏ツアーでね、結構ツアーでもねメインぐらい割と歌ったぐらい、うん、歌った、うん、すごいいい場所にあったね、うん、ライブね、うん、やっぱ一つずつが思い出になってるから、そのまたもしシャイニーを歌う機会があったら、あの時のって思い出すからやっぱいいよね。確かに、うんうん、これはニュース番組の時にあの空にあの投下してしまった俺たちの絵。俺らたまに、そうね、ガチャピンみたいなやつな。ガチャピンみたいな、うん、ガチャピンみたいなやつな。そう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 、空に投下してしまった瞬間の俺たち。黒巻きでな、うん、そうそう、黒巻きいいね。いいですね、ありがとうございます、ね、ありがとうございます。あなたの人生にがよりよく彩られればいいなと思います。おー、それはいい、ね、添えてくる。さっきから添えてきてんな、なんかちょいちょい添えてきてるわ。、うん、何か添えてくるリーダーですね。次はセンラーさん、よろしくお願いします。あ、いや、でも楽しみになりますよ。それと次も楽しみですね。浦田さん、島さん、坂田さん、センラーさん、クルーの皆さん、こんばんは。もしかして木村と申します。あ、もしかしてがついてた、はい、今のなんか言ってた。誰今の。もしかして木村と申します。
今回は宇宙一大好きなヴィーナス衣装のイラストを描かせていただきました。武道館でこの衣装を見た時からずっと大好きな衣装なので、たまわりでもう一度見ることができてとても嬉しかったです。細かいところまでこだわって描いたので見ていただけると嬉しいです。これからもずっと応援しています。浦島坂田線大好きです。でーす。ありがとうございます。ありがとう。あ、いいね。いいね。4色、うん、いい。かわいい、うん、かわいい。山田抜き、ケンちゃんいて、ペポもいて、マールもいて、うん、どうしたどうした、死んだ死んだ。誰かが助けてくれるといつでも思うなよ。いやいや、あれよね、フラタンはあいつを見てちょっと驚愕のあまり死んだんだよ。俺は死んだんだよね。いや、俺もどうすんのかと思ったけど、誰もいかんからさ。あと5秒待てばもしかしたら。あ、そうか、何か起きてたかもしれへんな。そう、これでしょ。これなんだこれ。これはね、忘れられてるよ正直。いやいや、全然忘れられてないよ。猫ミームぐらい忘れられてるよ。ちびちびチャパチャパぐらい。そう忘れられているよね。こんな何とかながっていう感じしかしないもんね正直。確かに。あれ、今回マーシーワンマンが今、うん、ワンマン期間中じゃないですか。こいつ出てるっていうか。います。グッズで。おー、吐くな吐くな、嘔吐すな。まだいるんすか。おるね、おるね、求められてんねん。もう本人が飽きたシリーズじゃないのこれ。飽きるか。飽きるか。一体何につけてるんですかこいつ。何にいるんすかこいつ。看板にいるんや。看板ね。本当だ。看板ってなんだ。単体で欲しいという人もおるもんだって。単体で。あ、ネイルシールにもおるか、うん。単体で欲しいという人もおる。単体だけ。こいつだけめっちゃあれじゃないの、交換するときにこいつ5枚ぐらい。ロゴの缶バッジちゃうねんお前。浦島坂田線ロゴ缶バッジちゃうねん。え、違うの。ちゃうわ。ロゴの扱い聞いてる。これ5枚ぐらいと1枚交換してくださいみたいな。レートの低さじゃないのこいつ。ちゃうわ。こいつ名前忘れたんですけど、こいつ5枚と交換でお願いしますね。うん、この鳥とこの鳥と交換お願いします。鳥とこの鳥。本当だ、ネイルシールにいる。生きてた。カンバッチはね、カンバッチはデフォルメにいる。おお、だいたいデフォルメやろ。これリアルにしたら怖いやろ。見たい見たい。ねえ、等身等身。チビキャラ等身怖いやろ。プロレスラーみたいにかぶりもみたいにさ。えなえなが等身。えなえなが等身でね。元もえなえなが等身。えながなが読んで。えなえなが。ほら忘れてるやんけ。えながながや。えがちゃん、えがちゃんね。えがちゃん、えがね。で、マールの尻尾キーホルダーってあるから、そのうち、えながえがの。言いづらい名前。えがちゃんね。えがの羽。羽ペンみたいなやつね。そう。ハリーポッターでありそうなやつね。エガの羽みたいなの出るのいいかもね。あとそれとあと、そうだね、それ打った後はやっぱりエナエナガのその羽取ったバージョンのぬいぐるみもちゃんと出さなきゃ。かわいそすぎるやろ。いいね、羽取ったバージョンとね。ヘイトもつれとるやんけ。そほら、あとなんか赤い羽みたいな感じで1枚ずつ見たい。募金すな。募金せんで白いね。ほんで、あ、白いか。こいつ投資になったらヘドウィッグみたいな、ハリーポッターみたいなさ、結構でかいな。かっこいいやつになるでしょ。肩乗ってくるタイプの、うん、プロやないかい。そうか。なんなんそのそうか。そうか。そうかなんてないやん。流し方ひどいな。そうだな。自分で始めたのにそうか。違う。そうか。エドウィック確かにフクロウだったなっていう。ああそうね。そうか、ね、確かに。はい、あ、じゃあ最後に添えてください。そうですね。あなたも羽ばたきましょう。あ、いいですね。はい、素晴らしい。エナガナガみたいに羽ばたいて卒業していってください。エナガイガでしょ。エナガイガ。エナガイガ。エガエガエナガ。エガエガエガ。エグゾディア。エグゾディア。5体揃えるちゃうね。5体揃えない。交換出すな。もう5体揃えないと1枚と交換できないレートやからね、あるになってる、ね、レート上がっていくわ、こんな話したらどん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 。確かに逆にレート上げていく。どんどん上がっていくわ、ほんま。上げていくって。
もとも絵長長しかいなくなっちゃう、ね。譲りなくなっちゃう、ね。はい。というわけで以上でございます。ありがとうございます。どうも楽しかったです。ありがとうございます。楽しかったね。はい、そして浦島坂田千夏ツアーウェディングのまあ X 選考二次選考ですねが始まりましたので、はい、ぜひぜひ皆様応募よろしくお願いします。お願いします。会いましょう。それでは次回もまたこの時間にお会いしましょう。えなが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 が。がえながが。がえながなが。えながながっていいな名前。指先と指先と背で愛を伝え合おう。